Thank you.
はい、はい、ありがとうございました。ですね、はい、2曲続けて聴いてもらいました。改めまして、レイズです。今日は雨の中ようこそいらっしゃいました。ありがとうございました。はい、じゃあ僕が喋りますね。我々の T スクエアのセッションメンバーなんですけど、ちょっと今回は That's T スクエアじゃないですけど、ちょっと洋楽とかいろんなジャンルをやってみようかなと思ってですね、ちょっとベースもこんなのを持ってきてみたり重かったですね。で、雨ですしね。はいはい。で、1曲目が、はい、1曲目が When Ever You Want は、ピラミッドというバンドですね。そうですね。はい、2曲目はナイトリズムが、はい、リー・リトナーのナイトリズム、リトナーさんですね。あ、はい、なんかギターのパートをちょっとこれでやってみましたっていう感じです、はい、ちょっとあれですか、うるさいですか、まあ、話ができないじゃないかみたいな言ってることと違うじゃないかみたいな感じかもしれないですけどね、まあ、ちょっとここからは少し音量を抑えて、やりますので、飲み物を買えるチャンスですよ。バンド終わったね、皆さんぜひこれを一時会としてゆっくりこう飲みながらね、ぜひ楽しんでいただきたいなと。はい、ちょっと音量を抑えめで、やらせていただきますので。次の曲はトレイラーレンゴ、続いてスイートソロ2曲続けてお聴きください。
一応今回の前さんイベントのテーマって夏の曲というのがあるんですけど、夏の曲、まあちょっとこういった形の曲でやってるので、これはスタンダードなの？多分スタンダード結構よくやられてる曲だと思うんですけど、まあ、そんなのをちょっとスタンダードなの？そうですね、まあ、インストなので夏を伝えるのは難しいんですけど、サニー、まあ、太陽の何ていうんですかね、日差しみたいなテーマなので、今日は雨ですけどね、ちょっと真夏をイメージしてちょっとやってみようかな。でこの曲は僕はどっちかというとなんか古い青春時代を聴くと思い出すんですよね。なんか夏というよりも、あのちょっと話はそれますけど、これ、ドラム前田君っていうんですが、あの先ほど話したように音大生、現役音大生です。はい、はい、で実はですね、 T スクエアの元 T スクエアで則武弘之さんというドラマーがいるんですけど、なんと彼はそのお弟子さんで、なので、まあ、未来の卵、未来の卵ですね。プロの卵。あ、でもあれだよね、あ、喋って喋って、でもやっぱり心配なんで一応教職は取ってます。あ、なんかあった時の、なんかあった時の、なんかあった時の教職は取ってます。で、まあ、実はあのさっきやったトレイラーレグレっていうあの最初に、3曲目にやった曲なんですが、あれはあの本田雅人さんっていう T スクエアのまたあのサックスをやってた、あの僕があのすごい大好きな人なんですけど、まあ、彼あの要は学校で会うわけですよ。で次のライブでね、本田さんにこの曲やるんだってそう言ったら、なんて言ってた、まあ、俺簡単だね。僕らがこんだけ宿泊してて、それで僕らあと本田雅人さんのリアルフュージョンっていうソロアルバムの1曲目の放課後は日曜日っていう曲もやろうとしてて、してた、それもやろうとしてるんですよ。いや、あれは難しいね。案の定できませんでした。今日のレパートリーには入りませんでした、はい、入っていませんでした。やっぱプロが難しいっていうのは僕らができるわけやね。でも両極端ですよね、簡単か難しいしか言ってなかったですよね。ちょうどいい曲が欲しい。本当にあの方普通はないですね。あの方たちにとってはもう多分、まあ、フュージョンってそういうジャンルなようなので、見てた通り僕いろいろね、楽器がこういろいろソロ取ったり結構キメがあったり面倒くさい曲でなんですよ。まあそんな感じでこうまったり聴いていただきましたけど、じゃあサニーね、これもちょっとアドリブがこうアドリブを回すような感じで全然どんな風にやるかは決めてません。なので、まあ、今日のアドリブだね、ね、気持ちがいいと長くなっちゃう、長くなっちゃう、30分以上かもしれないですけど。はい、でさっきもね、決めてないから事故が起こりするんだったりとかしてますが、それもちょっと楽しみです。はい、この危なさをとくとご覧ください。さっきはやばかった。
ットサックスという楽器でしたか。次はソプラノサックスでまたちょっと一曲バラードを。はい、T スクエアでプレイフォーユー。そこで急遽やることになりました。ただちょっと急遽だったのでこのメンバーでやるつもりだったので、ちょっと前田君も明日ライブ、明日告知、告知どうぞ。明日下北沢レッグというところで、始まる音というオリ
リジナルのバンドのサポートをやっておりまして、そのバンドで出ます。で、サポートなので時間を教えてもらってないんですなので、なんとも、なんとも言えないんですけど、でもチケット500円になってやってるので、よかったら多分6時とかに、6時半とかに行けば絶対に聞けると思います。で、同じくこちらはですね、東津市に出てまいりますフロント3人と、あとはそうですね。もう急遽。先週オファーして。決めて。練習は1回しかしてます。したんだかしてない。曲を決めた。曲を決めたと。あとまあこれにまあ前田君の代わりにドラムが入ってで、ギタリストを迎えてちょっと T スクエアバリバリのフュージョンをやってみようかなというふうに思っています。で最後にもう一度メンバー紹介で。はい。はい。僕からじゃあ、まず若手からドラムス。バイトレイオンベース、神様こと、まあ、神様と呼ばれてるんですけど服部明道オンキーボード&ピアノユキこと雪竹純サックス、ソプラノサックスですね、ヒロこと鈴木ひろなりでお送りいたしました。ありがとうございました。じゃあ最後、最後ですね、2曲続けてここからはちょっとフュージョンらしいフュージョンやってみたいと思いますんで聴いてください。トルネード、
ありがとうございました。本当に今日はありがとうございました。